最高の気分です、昨年、ワールドカップでここで優勝してから、久しぶりの優勝ということなので、すごく嬉しく思ってます。特に工夫はないですけど、一発目を確実に打つということを常に考えて、やっております。みんなからは冷静に打ってたねって言われたんですけど、打ってる本人はもう緊張で、もう心臓が口から飛び出しそうになりました。1年半前の地震で、私のストレスからですね、ちょっと右目がですねちょっと病気しまして、その右目をかばうために、左目で、この間のワールドカップまでは出場しました。その出場したワールドカップではなかなかいい成果が出せなかったので、それをなんとか克服しようと思って、今日の試合では、右目で、再度、左目で打ってたのを右目で打つことにしました。そうしたところ非常に見方もスムーズで、それが一番今日のいい結果につながったんじゃないかなというふうに思っています。ここまで見守ってくれて、して応援してくれて大変ありがとうございます。また優勝できるようにこれからも頑張りますので、今後とも応援をよろしくお願いします。